あくびを一つ、眠たげな瞳を開いて、茨姫は考える。眠い。ベッドから出たくない。ずっとずっと、まどろんでいたい。目覚まし王子は邪魔なだけ。そうだ。それなら作者にお願いして、ずっと寝ていられる世界にしようっと。その望みに必要な代償が他人の命だとしても、茨のお城は眠りのゆりかご。みんなぐっすり寝てるから、入る際には静かにしてね。決める。ママからお休みのキス。優しくふんわり温かくて、とってもとってもくすぐったい。太陽が昇っても、お月様が昇っても、ぐっすりすやすや夢の中。今日は
どんな世界に遊びに行こう。行きます。夢の中ではどこでも行けるの。お花畑に綺麗な海、緑の山に青い空。夢の世界で私は自由だから。一気に決める。夢の中では何にでもなれる。素敵な王子様にだってなれちゃうの。だから本物はいらないかも。間接照明。祝福してくれた魔法使いには悪いけど、呪いをかけてくれた魔法使いにありがとうって言えたらいいな。圧殺する。
りを与えた糸車。周りはとっても憎むけど、このまま眠り続けるのも悪くない。だから起こさないで、眠らせて。ずっとベッドの中で幸せに。その願いを破るなら。寝ている茨姫、その寝顔はまるで天使のよう。でもね、実はとっても寝起きが悪いのです。だから起こすときは優しくそっとしないといけません。なのにおバカなナイトメア、いきなり姫を起こしちゃった。ああどうなっても知らないよ。失礼します。起こしたの誰？鬼神？アウキ？うん、了解。死刑。あと、起こさせたあなたたちも死刑。イエーイ、勝っちゃった。姫の眠りを妨げた無礼な無礼なナイトメア。夢の茨に取り巻かれ、ぐさぐさ刺されて死んじゃった。姫はただ寝たいだけなのです。
お日様の匂いのするシーツにくるまって、柔らかな枕に顔を埋めたいだけなのです。姫の願いは、可愛らしくてささやかで、だから、それすら邪魔するものは、みんな死ねばいい。睡眠、それは、茨姫を取り巻く、呪いの糸車。眠いのに、茨姫は眠れない。お話の中では100年も惰眠を貪ることができたのに。もういや、眠るの、眠らせて。けれど押し寄せるナイトメア、姫の願いは叶いません。ああ、嫌だ。どうして眠らせてくれないの？した後に一眠り、夢の中でもすや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 。一気に決める。何が幸せかと問われたら、私は迷わず眠ることだと答えます。
浅ましい。枕に柔らかシーツ、糸車に刺されなくてもずっと眠っていたくなる。もっと傷ついて。友達は夢の中、おいしいものも夢の中、夢の中なら何でも叶う。間接照明。毎日働いて、眠りを削って働いて。ねえ、それって楽しいの？うまく作者をよみがえらせたら、王子様は茨で追い返し、永遠に安らかに眠りましょう。
眠い。ほら見て、夢が誘ってる。失せなさい。起きて、起きてと何かが騒ぐ。仕方ないからまぶたを開ける。寝ぼけ眼の目の前に迫る一体のナイトメア。眠りを邪魔されたイバラ姫、怒りが静かに駆け巡る。よく寝てたのに。どうして寝かせてくれないの？うるさい。もうみんな死刑。はあ、退屈。うるさい敵を差し穿ち、ぐちゃぐちゃぶっすり突き刺して、茨姫はようやく息をつく。ああ、やっと、やっと眠りが訪れた。だけど、どうしても眠れない。周りのナイトメアをすべて倒すまで、作者を蘇らせるまで。ただ眠りたいだけのかわいそうな茨姫。Thank you.
バタで、すやすや眠るイバラ姫。そこに、赤ずきんが通りがかった。すやすや、すやすや。求める眠りに包まれて、幸せそうなイバラ姫。それを見ていた赤ずきん、にっこり笑みを浮かべると、さも当然というように、イバラ姫に殴りかかった。皆様に祝福。寝ているから殺そうかなって、ね、寝てるだけで殺すの？あ、じゃなくてそこのお二人さん、今の通りで手品をついたんカズキン、信じられない野蛮人。私はただ永遠に安らかに眠りたいだけなのに、なぜあの人は邪魔をするの？皆に癒しの力を。変な人。永遠に安らかに眠るのは死ぬのと何が違うのですか？
の子が怖くて眠れない。うとうとしたらすぐに首を持っていかれそう。人が眠たそうにしてるから、僕は眠らせてあげようとしているだけなんです。みんな大丈夫？ではいけない。眠ったらあの子が眠っちゃダメ。眠るのが大好きなイバラ姫、その心臓を止めてしまえば永遠に眠れるのにね。全部倒す。
死ぬのは。もっと傷ついて。すやすやと寝息が聞こえます。とっても幸せそうな茨姫だから、僕は殺さなきゃ。眠りたいけど眠れない茨姫。殺してあげたいのに殺させてもらえない赤ずきん。死と眠りは違うのだと寝ぼけ眼で話す茨姫。死と眠りは同じだと首をかしげる赤ずきん。相性最悪。分かり合えない二人を狙い、ナイトメアが飛び出した。死体を貫いて、茨姫は逃げ去るように赤ずきんの前から姿を消した。一人残った赤ずきん、もう少し一緒に遊んでみたかったと少し寂しげな顔でつぶやいた。静寂を求める睡眠と嵐を求める暴力は永遠に分かり合えぬまま。
人になれたイバラ姫。求めた静寂に安堵して眠りの準備を進めます。けれどなぜだか眠れない。小さな違和感が眠らせない。イバラ姫は仕方なく違和感の正体を探しに行きました。いつもならすぐに眠るのに、なんだか嫌な夢を見そうな気がしたの。諦めない。生き延びるんだ。楽しい夢は大好きだけど、怖い夢は大嫌い。洗いたてのシーツ。眠くて眠くて仕方ない。けれど今眠ったら闇が来る。全倒す。
闇は夢の中にも入り込み、きっと怖い世界に変えてしまう。圧殺する。怖い夢を見そうな時は誰かにそばにいてほしい。伏せなさい。ああ、眠りたいのに眠れない。誰か私に安眠を。
私は今寝ているの？それとも起きているのかな？夢と現実がわからない。が聞こえます。目の前にとても幸せそうに眠る人。茨姫は羨ましくなって自分も眠ろうと目を閉じます。でも待って、どうしてその子は私に似ているの？すや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 眠る姫、それは小さな違和感の正体。いるはずのないもう一人の茨姫。茨姫、眠ることが大好きで寝起きが悪いのも全く同じ。ああ、これは自分なのだと茨姫は自覚する。取り巻く闇にとらわれれば自分もナイトメアになるのだと。だがしかし、その恐怖に怯える前に、おやすみなさい。小さなあくびを一つして、茨姫はすやすやと眠り出した。